原選手、はい、今日ありがとうございます。壮行会第18回となりました、はい、やっぱり今日も天気いいですね。ありがとうございますやっぱりですね、うん、挟ないですね。もう天気の話をすると松を移さないといけないっていうルールがちょっとあると思いますけど社長、おはようございます。晴れ男です、ね、はい、ご覧の通り、はい、ご覧の通りで、ね、毎回このがいやもう晴れだけではなく今日あったかいです。暑いですよね、今日ね、今村さんね、はい、相当暑いです、はい、そうですね、もう今汗かいてきてます、はい、2度とかぐらいの気温だったんですけど、そうですね、天気がいいからはあったかいですね、はい、はい、我々ちょっと準備不足もありまして1週間くらい前までですね、はい、どうなるだろうと思っていたんですけどもたくさんのお客様に今回ですね、本当もお集まりいただいて、カノさん、今回、総合計何台ぐらいですか。松尾と吉田合わせまして、はい、なんと47台。47台ですか、はい、47台です。すごい台数ですね。ちょうどピットですね、はい、貸し切りでの23回、はい、お借りしておりましたので、まあ、2台ぴったり。そうですね、1台、はい、やらないと入らないそうです、ね、ところでの大盛況、はい、なっております。はい、大盛況になっております。時間もだいぶ押してきましたので、はい、一生懸命準備して、はいはい、頑張りましょう。はい、はいはい、吉田さん、はい、意気込みは。意気込み、時間が時間がない。頑張ってください。頑張りはしますけど。ご案内します。続きは久留米様。貸し切り走行。走り走行 A グループ2本目ただいまよりコースオープンです。皆様、お久しぶりでございます。いろいろとご心配とご不安をお客様方に与えましたこと
お詫びを申し上げます。お久しぶりです。お久しぶりですじゃあちょっとちょっと座って、はい、ですね、壮行会の動画ということでちょっと今編集させていただいておりましたけれども、社長、あの時以来の YouTube 動画ですね、はい、そうです、はい、あの眼病を患いましてですね、はい、目ですね、はい、ちょっと緊急手術になってしまいまして、はい、まあ、術後、まあ、退院、あとは通院合わせて、はい、まあ、1ヶ月の安静ということで、網膜剥離というですね、はい、あの病気にかかってしまいまして、まあ、なんとか今はですね、まあ、ちょっとリハビリ兼ねて、はい、初めてメガネもですね、初めてじゃないかな、高校生以来、はい、コンタクトだけだったんですけどね、はい、まあ、それも医者からあのちょっと怒られちゃったんですけど、メガネ持っとかないといけないでしょう、はい、みたいなですね。で、あの時、総合会の時ですよね、はい、まあ、次の日が日曜日だったんですから、はい、まあ、月曜日、お医者さんに行って、はい、まあ、その次の日にもすぐ緊急手術だったんですけども、はい、まあ、実はあの時ちょっと右目がですね、あのちょっと曇って、はい、なんですか、飛蚊症、あの、はい、蚊が飛んでるようなね、うん、ああいう状況の中でちょっといつもと違うなということを思ってたんですよ、はい、うん、で前の日は吉田君が社長、あの走られる前にあの1日もうオートポリス、あ、そうですね、全泊、全泊でどうぞっていうことでね、あの時間を作ってもらったもんですから、はい、まあ、じゃあせっかくね時間作ってもらってるし、で車もあれなんだっけな、3日4日前ぐらいに多分バタバタしてって壊れた車を、ね、ちょうどまだ1年前に壊れたアルトワークスを復活したんですね。組んでやったんですけどね、組んでやりましたね、はい、セッティングちょっとまだだったんでですね、はい、あ、前の日に一本走行した時に、はい、急に呼吸圧がかからなくなったんですよ、はい、うん、でちょっと調子が悪くなって、はい、まあ、その日、まあ、よく走れなくてですね、はい、でまた当日も1本目走った時に、まあ、同じ症状が起きて、はい、まあ、そこの原因っていうのは分かってたんですけどね、はい、実は右目の調子も悪い、マシンの調子も悪い、はい、で私の胸くそもなんかこう、こうイラ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 してたんですね、はい、でここでマシンの調子が悪くて、ね、ちょっとから目の調子が悪いから走らないってなると、なんかこう胸くそ悪いじゃないですか、まあ、そうですね、はい、そう、みんな楽しくできてる中で、どうしようと思ったのよね、あの時ね、はい、で、あの時こう右目がもう全然こう濁ってて、と思ったんだけども、あ、プロドライバーのこの霧のねオートポリスの中では、あ、こういう状況でドライバーも走ってんだろう、はい、ということをね、まあ、どこまで、ね、プラス思考かわからないですけど、まあ、そういう状況の中で、はい、走ったんですけども、うん、まあ、それがまさかね、網膜剥離の状態で走るとは私もね、びっくりそこまで、はい、考えておりませんでして、はい、結果ちょっと入院という、まあ、事故がなくてね、はい、そうですね、はい、やってしまいました、はい、まあ、その後ちょっと関東遠征もですね、はい、その翌週でしたの で、 で、ね、引き続きちょっとご迷惑をおかけしているお客様もいらっしゃるんですけれども、はい、まあ、あのようやく、まあ、はい、まだちょっと若干本調子ではないところもありつつですが、少しずつ復帰ということで、久しぶりに、はい、復帰ということの YouTube の撮影となっております。はい、ごめんごめん、いえ、すいません。まあ、でもあの壮行会は本当にあの前半の動画にもありましたので、非常に盛り上がりましたですね、はい、はい、たくさん、約50台近くの、はい、参加台数をいただいて、はい、本当にあのありがとうございましたですね、はい、またちょっと壮行会が今後も開催ができるようにですね、はい、引き続きやっていきたいなというところでございます。はい、私もあれば、そうですね、ちょっとなんか残念、構成があれですよ、今後カットします、カットする、はい、うん、吉田君、一つ問題出していい、はい、問題ですか、はい、急に問題です、はい、あの、まあ、今回の、はい、ちょっとすいません、私のことばっかりで、はい、人の目玉ってどれぐらいの大きさと思う、はい、目玉です、目玉の大きさ、あ、こう順番でいったらこうかな、あ、そうですね、うん、まあ、目玉ってあの黒いところだけじゃない、いやいや、もう目の玉、玉ですか、うん、まあ、500まん丸だよ、これぐらいありそうだよね、そうですね、はい、24ミリらしいのね、24ミリ、はい、あのもう24ミリらしいの、はい、24ミリ、はい、うん、でこれらしいのね、あ、これそうなんですね、この10円玉が直径が、まあ、24ミリ、はい、これ測ったところ26でした、うん、そうなんです、ノギスで、じゃあ違うかもしれないですけど、はい、
だからたった2ミリでこんなでかい。そうですよね。いや私も絶対これだと思って、はい、ちょっとわざとずらそうかなと思ったぐらいだったんですけど、はい、で、はい、あのその私のその眼病の剥離した原因って言ったのが、はい、あのまあ、原因直接的じゃないかもしれないですけど、はい、これがやっぱりこう小中高とねこう成長していくに従って、はい、あのまあ、やっぱりいろんなね体のこう、まあ、機能がね、はい、こう、まあ、大きくなりつつあるんですけど、まあ、これがこう成長に合わせてこう、こう楕円になっていったらしいんですね、はい、だから前と後ろがこう長くなった、はい、だから私のこう目玉が長さがですね27ミリあるそうなんですよ、はい、うん、だから長さがこれよりも長い大きいらしいんですよ。こう、うん、こう、そうそう、まあまあ、こういうことですね、はいはいはい、それで要はこう、まあ、引っ張られることに対して、はい、まあ、剥離がしやすいような目の体質であるっていうことを、はい、まあ、本当50年間約生きてきてですね初めて知りました。いや、私も今ちょっと、はい、そうですそうです、まさかそんなことになるとは思いました、ね、そんなね、生きてきた中で初めてそんなことを今頃言われてもね、はい、そういう感じですけどそうですね、だから左もちょっと注意しておかないといけないっていうところなんですけども、はい、今回片目だけだったんですね。片目だったんですね、はいはい、で、やっぱりその、まあ、やっぱ太陽見たりしてこうね、はい、こうあの時々やっぱ眩しいところ見たりするとやっぱこうね、こうなんかこう黒いものが飛んでたりとか、まあ、誰しもやっぱりあると思うんですけども、はい、なんかちょっと違うなと、はい、なんか見え方が違うなっていう時はやっぱ早めに皆さん、そうですね、名車の方にね、はい、に行っていただいた方がよろしいかと思います。はい、で早期発見ですとやっぱりその、まあ、手術って言いましてもですね、まあ、その日のうちにこうレーザーで当ててね、その日のうちに帰るという何事もなかったように、はいはい、ね、でこれはやっぱりその、ね、あの剥がれてしまっちゃってもう 曇ってしまいますと、そこあの白内障になりますからですね、はい、白内障の手術とともにもう網膜剥離の手術もやらないといけない、はい、やっぱり自然なものを奪われてしまいますので、はいはい、まあ、本当に体が一番、はい、資本とも言われますけれども、はいはいはい、まあ、でもその状態でサーキットを走ってたと思うとちょっと今となってはちょっと怖いなというところもありますけれどもですね。ちなみに今後またその復帰とかサーキットとかは、うん、そうですね、大丈夫なんですかね。はい、まあ、私が一番嬉しかったのは、はい、あの吉田君が私の退院した時に、はい、あの行きましょうと、はい、あ、元気になったら行きましょうって、そうですね、それをね、やっぱ声かけてくれた時に、はい、やっぱりね、こういったあの車業界で仕事してて、ね、はい、やっぱ車が好きな仲間に囲まれて、はい、やはりね、まあ、もちろんあの仕事大事です、はい、ね、だからその中でやっぱりこうやれる、ね、楽しさっていうのをね、はい、やっぱそこね、そうですね、うん、みんなでやっぱり、はい、あの仕事もそういう車を走らせる楽しさもね、はい、やっぱり共有していかないと、そうですね、はい、そこにやっぱり原点に、好きな原点に立ち返って、そうですね、うん、私も、はい、嬉しかったね、あのそうですね、まあ、でも先日の総合会もちょっとまだ社長不完全燃焼だと思いますので、はいはい、はい、まあ、車も体調面もちょっとコンディションがあの、まあ、あのいまいちというか、うん、はい、そういう状況でしたので、まあ、あの今後ですね、はい、あのまた総合会とか、まあ、プライベートでもちょっと、はいはい、あの走りに行く場面とかっても多分出てくると思うんですけれども、まあ、私も実はベストタイムを、あ、そう、はい、出させていただきまして、はい、まあ、偉そうに言うことじゃないんですけど、負けちゃったよねもう、はい、あの、まあ、いろんなちょっと、まあ、車に手は入れたっていうのはあったんですけれども、はい、今回私も気持ちよく走行会終わってですね、気持ちよく関東遠征に翌週行こうってドタバタしたところもちょっとあったりしました。そうやってどん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 タイヤが大きくなっていっちゃうんですね。そうそうそう、はい、で細木選手もですね、あのフロントタイヤ大きい方がスイフトはアドバンテージがあっていいということで、あの太鼓回していただきましてですね、まあ、あくまでもちょっと今回タイヤ幅を本当に2-3-5にさせていただいて走りましたけども、まあ、でもやっぱりデフト足と、当社の製品がしっかり固めた私の車両でですね、あのタイムも出ましたので、まあ、今後につながる走行会だったのかなと、ちょっとその内容があまり前半の動画にないんですけれども、そういうふうに感じておりますので、はい、ちなみに今年はそれなんかチューニングの予定とか、まあ、はい、まだちょっとあれですけども、はい、遅れは取り戻しますよ、はい、うん、サンサイエンスをやっていこうかというところですね、はい、あとちょっとこの間あの前に出てる動画でも言ってるんですけど、ジムニーもやっていこうかというですね、はい、ありますね、そういった形になってますし、うん、あとは遠征もちょっと4月計画的にぐらいにやれたらなという案も実は上がってまして、まあ、今年はね、はい、年間計画をちゃんと綿密に計画的に ね、そうですね、思いつきでね、はい、やっぱやるのではなくて大切だなと思います、はい、そうですね、
はい、まあ、ちょっとドタバタしましたけれども、はい、またちょっと関東地方のですね、お客様には改めてちょっとご案内、あの前回のイベントでですね、はい、ワークスのお客様書き換えができておりませんので、ちょっとそこは、ご連絡を差し上げたいと思いますしですね、はい、あとは埼玉中央店の方でもまた、はいはい、今年ももしかしたら遠征がやれるかもしれないということで、はい、加藤店長ともちょっとお話ししておりますので、はい、もしかするとまた関東にお邪魔できるかも、はい、かもですね、知らないですね、はいですね、思っておりますので、であとはそうですね、まあ、今引き続きちょっと新車大変お待たせしている状況、ね、まあ、今年も相変わらずでありますけれども、はい、お待たせしている状況が続いております。でこちらもコンプリートの動画を定期的に、はい、あのアップロードさせていただいておりますけれども、まあ、実際ですね、あのちょっとお客様にも大変あのお詫びをしないといけない場面も多々ございますので、まあ、しっかりですね、まずは我々スタッフ一同が今年、まあ、ちょっと社長今年一年の抱負みたいなところも若干ある動画になるかと思いますけれども、しっかり、お客様にですね、あの車をより早く確実にお届けできるように、我々スタッフもですね、今必死に制作に取り掛かっておりますので、まあ、ぜひともですね、ちょっと楽しみにお待ちいただきたいなと、はい、思っております。はい、じゃあまたしっかり体調を整えてですね、はい、社長の今年1年が良きものになる、はい、まあ、我々スタッフもですね、しっかり準備していきたいなと思っておりますので、お願いしたいなと思います。はい、ということで、今日はですね、1月18日でございますけれども、はい、おかしいな、はい、皆さんありがとう。いや、あのなんか、いや、もっとね、いつもこうやって気遣ってもらうんでね、はい、明日私の誕生日なんでね、はい、ちょうど天休日で、はい、まあ、本当いつも毎年申し訳ないなと思ってて、はい、いや実はですね、ちょっと本当は明日が誕生日ということではございますけれども、エアコン消しましょう、エアコン消しましょう、はい、ということで、まあ、あのこの今撮ってた動画は実際本ちゃんの動画なんですけれども、私の左耳では長野店長とずっと通話が続きながらですね、いろんなエピソードもありましたけど、まずは社長明日お誕生日おめでとうございます。そうですね、せっかくなんでろうそく消していただいて、あー嬉しいな、はい、なんかお願いします。あ、ちょ、電気消しましょうか。はい、めちゃくちゃ多いですね、みんな、ありがとう。はい、はい、よっ、こんな感じで、はい、こんな感じでございます。いや、このね、はい、喜びを、はい、社員と、はい、あといつもお茶の間で、そうですね、はい、あの弊社の YouTube をご覧いただいている方にも、はい、ますます楽しんでいただけるような、そうですね、ちょっと私なりの企画、はい、今後ですね、車を通して楽しんでいただく、はい、そういう企画を50台しっかり、はい、用意したいと思います。そうですね、はい、構想あります。構想あるんですね。はい、社長も復帰されて、はい、我々スタッフもですね、またよりパワーアップして、今年1年頑張っていきたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、なんか遅れて、なんか遅れてきましたけど、失礼だ、失礼だ、遅いよ君。すいません、お電話してます。すいません。と、はい、いうことで、社長に一言。はい、社長に一言。あ、社長、はい。社長、おめでとうございます。ありがとう。はい。終わり？え、何か、じゃあ、もう一言。もう一言。今年もよろしくお願いいたします。正式。正式。あの、社長の誕生日がですね、正式なんで。まあ、動画上初めてですけども、はい、今月何回も社長も出社されてますので、はい、あの顔は合わせてますので、ね、はい。まあ、正式の、あの社長の誕生日ということです。そうですね。まあ、あの今の一言をちょっと送らせていただきます。はい、はい、ちょっと微妙に滑ったところで、はい、こういった形でですね、はい、今年もまた一年頑張ってまいりましょう。はい、はいはい、ということでこの辺りでお別れです。さようなら。さようなら。